バザード・ラムジェットのイメージズ・バザード・ラムジェットは、1960年に、物理学者のロバート・バザードが提案した、仮想的な宇宙機の推進方法である。ポール・アンダースンの小説、タウゼロ、ラリー・ニーブンの、ノーン・スペースシリーズ、バーナー・ビンジのゾーンズ・オブ・ソートシリーズ等で有名になり、カール・セーガンも、テレビや著者等で言及している。バザードは、 高性肝高校で利用可能な核融合ロケットのラムジェットエンジンを提案した。これは、生肝物質から水素を集め圧縮するラムスクープとして直径数キロメートルから数千キロメートルに及ぶ巨大な電磁場を用いる。高速なため、反応性物質は全身的に収縮した磁場に出され、熱核融合が起こるまで圧縮される。その後、 ジバによりロケットから放出されるエネルギーは意図する進行方向と逆向きに方向を変えられ機体の推進力となる。バザードの当初の提案までの間に太陽系の周囲の領域はそれまで考えられていたよりもっと水素の密度が低いことが明らかになっていた。ジョン・フォード・フィッシュバックは1969年にバザード・ラムジェットの詳細に対する重要な貢献を行った。 T.A. ヘッペンハイマーは、陽子が融合するバザードの当初の提案を分析したが、融合が起こる密度まで容子を圧縮する過程での制動放射が生み出される出力を約10億倍も上回るため、この形のバザードラムジェットは実現不可能であると結論づけた。しかし、ダニエル B. ホイットマイヤーの1975年の分析では、ラムジェットの賞味の出力は、 区のサイクルによるものであり、これは、陽子陽子連鎖反応より1016倍も高効率に核融合を起こすことが示された。ロバート・ズブリンとダナー・アンドリュースは、1985年に、ある仮想的なバザードラムスクープとラムジェットの設計を分析した彼らは、この形のラムジェットは、太陽風の中では加速できないことを示したが、以下のような過程を置いていた。 惑星間イオン推進ラムジェットの排気速度は秒速 100km を超えない。入手可能な最大のエネルギー源は 500kW の各融合炉である。ズブリンとアンドリュースの惑星間ラムジェットの設計では、効力 D、d t が1秒間に収集されたイオンの質量に、ラムスクープに対する太陽系内で収集されたイオンの速度をかけた値に等しいと計算した。 太陽風から収集したイオンの速度は秒速 500km と推定された。ラムジェットにより放出されるイオンの排気速度は秒速 100km を超えないと仮定された。ラムジェットの水力 d、dt は1秒間に放出されるイオンの質量に毎秒 100km をかけた値と等しい。この設計では d、dt、dt という条件が導かれ、 効力がラムジェットの推力を超えた。生還物質を唯一の燃料源とすることの問題からラムオーギュメントインターステラーロケットが研究された。レアは核燃料を搭載し、その反応生成物を放出して推力を生む。しかし、生還物質を収集し、これを追加の反応物質とすることでより優れたパフォーマンスを発揮できる。レアの推進システムは 三つのサブシステムにより構成される。核融合炉、収集場、プラズマ加速器である。収集場が炉から出力を供給される加速器に生管ガスを送る。この概念は船が運ぶ水素核燃料が燃料の役割を果たす一方、スクープによって集められ高速で背後に排出される生管ガスが推進剤として働き、その結果宇宙船は 有限な燃料だが無限の推進材を持つと考えるとわかりやすい。理論的にはバザードラムジェットでは生管ガスが各融合炉に入る前に宇宙船の速度まで加速されなければならないがレアでは生管ガスを宇宙船の速度まで加速せずに加速機構によりエネルギーを転移できるためはるかに少ない効力で済む。ビーム状のエネルギーを宇宙船が 生漢物質から収集した水素と組み合わせる方法も考えられる。太陽系内のレーザーアレイが宇宙船のコレクタにビームを送り、水力を生み出す直線上の加速器のように用いる。これにより、ラムジェットの融合炉問題を解決できるが、ビニム上のエネルギーは距離に従って減衰するため、限界がある。ズブリンラによる計算から、マグネティックセールのアイデアが生まれた。 距離による減衰をロケットではなくパラシュートで受けるため厚生観高校にとって重要である。ありがとうございます。